メトロイドサムスリターンズは、ニンテンドーより2017年9月15日に発売された、ニンテンドー 3DS 用アクションゲーム。1992年にゲームボーイ用ソフトとして発売された、メトロイドシリーズの第2作目、メトロイド2リターンオブサモスのリメイク作品。2017年6月14日の E32017 で発表された。 メトロイドシリーズでは2004年発売のメトロイドゼロミッション以来13年ぶりとなる横スクロールアクション。開発は過去にキャッスルバニア労働部シャドウなどを手掛けたスペインのゲーム開発会社メルクリスティームとの共同で行われた。横スクロールメトロイドの新作を模索するプロデューサーの坂本はノエからメルクリスティームがメトロイドのリメイクをやってみたいと言っているという話を 聞き、危機条件が噛み合ったことで2015年頃からプロジェクトをスタートさせた。リメイク元は元より過去の 2D 視点作品から多くの要素が刷新され、キャラクターやグラフィックは 3D で表現されており、多くの新システムが追加されている。本作と合わせ主人公サムス・アランとメトロイドのアミーボが発売。大乱闘スマッシュブラザーズシリーズのサムスとゼロスーツ・サムスの 計4種に対応しており、読み込ませたアミーボに応じて、エネルギーの回復、高難易度モードギャラリーモードサウンドテストが使用できるようになる。続編のスーパーマトロイド以降に登場したアイテムもいくつか追加されている。ありがとうございます。